感謝しているダナ。少年の身の安全は必ず守る。あとはサビッチ博士の研究を使って和平を取り戻す。今はもう一押ししてクラーテックが制圧しているエリアを奪い取らなければ。しかし残りのアークキャノンにより部隊が近づけずにいる。砲台への電力を止める必要があるが、精錬所への空挺攻撃は失敗に終わっている。この精錬所を破壊してほしい。やり遂げると信じているぞダナ。これまでの恩も決して忘れない。今回も運転手を務めてやろう。荒いかもしれんがな。中からリアクターを破壊できるように敵の防衛網を突破する必要がある。燃料調節器を壊せば精錬所全体で連鎖反応が起きる。大爆発だ。最適ルートは排気口からだが、リアクターがオーバーヒートした時のみ開くそうだ。リアクターの冷却用に海水を送っている。まずペトルサイトの抽出所に行き、冷却水の流れを止める必要がある。排気口が開いたらリアクター内に下ろしてやろう。で、爆発前に脱出できるよう待っててやる。爆発で一体が大きな窪地になるはずだ。グレイは何が何でもこの戦争に勝つつもりのようだ。
倒したぜ。ゴーストジェネレーター起動。勝者だ。どんな根がつくか。合流地点に接近中だ。そう、攻撃が激しい。屋上に対空砲があるぞ。近づけない。対空砲を破壊しないと無理だ。対空砲は2つ、両方に爆弾を設置しろ。弾がなくなれば屋上クリア。を取りしよう。
ヘルガストの奴らを一人残さず行くまで満足しない。もしこの戦争は不幸な結末を迎えるだろう。とにかくうまく乗り切ることだ。頑張れ。そう、頼んだ。俺に任せろ。後で合流する。行くんだ。燃料制御機を破壊してリアクターを不安定にしろ。連鎖反応を起こす。制御機は3つある。先にアウターケースを上げないと破壊することはできない。それぞれに解除スイッチがある。Yeah.
て傭兵、精錬所を破壊した貴様など見殺しにしてやりたいところだが、今回は助けてやろう。どうかな。従うんだ、乗れ。確保しました、大佐。よし、丁重に扱え。